アモータシです。本日は立山コーチの凄さとはでございます。ファイターズの投手陣ね、今季めちゃくちゃ調子いいんですけれども、それもこれも新任の立山コーチの力がとても大きいと私は考えております。で、 SNS とか見てるとね、やっぱりなんであんな起用したんだとかね、あそこでなんで引っ張ったんだって声が多いんで、どうしてもこう審判と同じくコーチっていうのも叩かれがちというかね、そんな役回りが多いかなというふうに感じております。そこで本日私から立山コーチ、こういう部分すごいんだよと、こんだけ考えてるんだよといったことを伝えたいと思いますので、ぜひとも最後まで見ていただけますとありがたいでございます。アジェンダとしては、立山コーチの手腕を語る、リリーフ起用ルールと例外の考察、今後の課題、立山コーチチームの展望でございます。それでは本日も語っていく。はい、まずは立山コーチの手腕を語るでございます。まあね、分かりやすいところで言うと、チーム防御率 2.82 ね、リーグ唯一の2点台でもちろんトップと、で先発中継ぎともに2点台ですよというところですね。でこれもちろんすごいんですけど、例えばさ、ファイターズが去年めっちゃ投手王国で、まあ普通に運用すればリーグトップだよねみたいな、そんな感じやったらね、まあもちろん立山コーチ一人のおかげって思うんですけど、昨年のメインリリーフ、ね、30登板以上した投手がリリーフ時になんと玉井投手のみです。はい、他は今年復活したとか、今年成績がぐんと伸びたと、そういう年ばかりでございますね。主に田中正義、池田、川野、ここの急成長と、ロドリゲス、宮西、ここの運用、そして安定の玉井投手といった形かなというふうに思います。はい、そして北山投手ね、今年先発でブレイクしてますけども、その先発転向を猛プッシュしたのも立山コーチでございます。もう僕は彼を先発としか考えてないとまで言った、その軽眼ですね。うん、北山投手が先発で花開くことを誰よりも早く予感していたと、そういう形になります。またここに関してはこれから答え合わせだと思うんですけど、続けの中4日5日の起用で先発3本柱の負担減といったところも立山コーチのアイディアであるようでございますね。お次、リリーフ起用ルールと例外の考察で、本日ここが本編といいますか、力を使った箇所なんですけれども、立山コーチのね、リリーフの運用方法を、まとめてみたところ、多分この2個のルールがあると思います。週に4回以上登板させない、3日連続登板させない、この2点でございますね。で、立山さんの思考で共通しているのがキーワード、負担軽減かなというふうに思っています。まあまあ一緒に見ていきましょう。はい、こちらがリリーフ陣の登板カレンダーでございますね。今季登板数の多い上から、田中正義投手、宮西投手、ロドリゲス投手、池田投手、川野投手、玉井投手、この6人の登板がいつあったのかというのを視覚的に見えるようにカレンダーにしました。まずこの4月なんですけれども、ルール通り週に4回以上の登板はなく、3日連続登板もないです。ほんとみんなまんべんなく投げているかなというふうに思いますね。特に4月18日から23日、ここほんとすごくて、全投手が綺麗に3登板ずつしてるんですよ。まあご自分で数えてほしいんですけど、これも意識的に登板を割り振ってるのかなというふうに思いますし、この時4月23日ね、まだ状態が上がってなかった上原投手が先発だったので、日曜日は中継ぎ総動員になるかもというところで、全員2登板ずつに抑えてたのかなというふうにも思いました。結構考えてリリーフ陣を運用しているように思います。お次は5月でございますね。5月はですね、実はルールを1個逸脱した部分がございまして、それが5月23から28の週、週に4回以上登板した投手が2人います。ロドリゲス投手と川野投手でございますね。じゃあこれ、こんなルール存在してないんじゃんと、ね、週4回以上のルールなんて本当はないのにお前が邪推したんだろうと思われるかもしれないんですけど、これね、ルールを逸脱せざるを得なかった状況だったんじゃないかなというふうに私は思っています。というのも、5月28日の試合というのは8回からリリーフが登板したんですけれども、接戦勝ち試合ですね。ここを宮西投手、玉井投手とマシンガンでつないで1イニングを抑えたんですよ。でその後9回正義投手だったんですけれども、打たれてしまいまして延長に入りましたと。その後池田投手、川野投手、そしてロドリゲスと登板してさよならを食らった、そんな試合でございました。これおそらく立山さんとしては川野投手、ロドリゲス投手は使いたくなくて、だから絶対延長には持ち込みたくなかった、なので8回左右に合わせて宮西投手、玉井投手と送り込むことで、正義投手は完全に抑えるだろうという計算で無理やり勝ちに持っていったという起用だったのかなというふうに思います。しかし正義投手が打たれてしまいまして、延長戦どうしてもこの2人は使いたくないけれども、打線が抑えられて接戦で投げるピッチャーもいないので、致し方なく川野投手、ロドリゲス投手と繋いだんじゃないかなというふうに思いました。こういうふうにね、立山さんの脳内を覗いてみると、まあ、意外とその試合の起用意図みたいなものも分かってきて面白いなというふうに思います。当時ね、宮西投手、玉井投手とマシンガンで使うなみたいなね、
意見もあったし、私もね思ってたんですけれども、まあ、こういう背景を考えると延長に持ち込みたくなかったんだろうなというふうに思ったりしますよね。はい、そして6月のカレンダーです。ここでも実はルールの例外がございます。6月17から19ですね。ここ河野投手が3連投してるんですね。3連投というか3日連続登板ですね。はい、今までやってこなかったこの連続登板なんですけれども、じゃあなんで河野投手やってるんでしょうと。で、正直ね、これ河野投手使わないでもよかった場面だったんですけれども、まあ、あえて使ったんだろうと思うんですよね。で、その理由はまあ想像になりますが、6月17、6月18と河野投手ね、ショートリリーフだったんですよ。1イニングじゃなくて左殺しとしてワンアウトを取りに行った、そんな登板だったんですね。なのでワンアウトずつだったら負担も少ないだろうという読みで6月19も投げさせたんじゃないかなというふうに思います。まあ、それがね正しいか間違ってるか分かんないですよ。結果的に19打たれてしまったので、まあ、今後3日連続登板というのはしないんじゃないかなというふうに思います。ちょっとここはねチャレンジとはいえ負荷を軽減したがる立山コーチらしくないなとは思ったんですけれどもね。まあその後3日空くっていうのもあってチャレンジのタイミングだと思ったんですかね。で、ついでに先日6月25日の考察もしていくと、この日ね生為投手が回またぎで起用されて同点で勝ち越しを許したと、で負けたっていう試合なんですけれども、これルール的に週に4回登板する投手もいないし3日連続登板にもならないんで、池田、川野、玉井、宮西全員使えるんですよ。使えるけれども使わなかったということで、まあ明らかに生為投手のテストだと思われます。まあ、他のルールあるかもしれないですけど私は思いつきませんでした。お次、今後の課題でございますね。まあ、こうやってね堅実な運用をしている立山コーチなんですけれども、今後ファイターズ投手陣には課題がございます。まあ、分かりやすいところなんですけど、ロドリゲス投手今抹消されて2軍にいますし、宮西投手が6月6点台と不調でございます。まあ、そのため接戦ではね池田、玉井、川野、正義、もうこの4人がほぼほぼ投げているというところで、まあ、試合数がね交流戦前後だったんで少なかったんですけど、まあ、それでも負担が大きかったです。なんで立山さんもそれを懸念して先発を引っ張りがちだったりとか、ロングリリーフを1人2人作りたがったりとかっていう点からもね懸念と試行錯誤が見えるかなというふうに思います。なんでまあ分かりやすいところで言うと、4月下旬から5月中旬、4月下旬から5月上旬あたりの河野投手、池田投手、まあ、ビハインドでも接戦でもいけますよというピッチャーを探すのが今後の課題かなというふうに思いますね。で、その候補が生為、山本、石川直也、吉田恒成、柿木蓮、そして矢沢宏太になると思います。もうポテンシャルもあるし、今勢いのあるピッチャーたちなんで、目をねもうメラメラ燃やしながらね一軍で登板してくれると思いますので、彼らが登板した際にはファンとしてもより一層期待の目を向けてほしいなというふうに思います。お次、立山コーチチームの展望。最後ですね、立山さんの脳みそを覗いてみて、今後こういうふうに展望を思い描いてるんじゃないかなというところを話していきたいと思います。まず週4回以上登板させない、3日連続登板させないというのはルールはそのままに、池田投手、河野投手、田中正義投手、この3人はもう勝ちパターン固定するんじゃないかなと思います。で、その上で彼らが連投しないように宮西投手、ロドリゲス投手、玉井投手が合間合間に入っていく、上手に使われていくっていう形かなと思いますね。となると他の投手です。ターゲットは8月までにショートリリーフをあと2枚ビハインドで投げて接戦で使える投手、まあ、今まさに福田投手がねやってるポジションっていうのが当てはまると思うんですけど、他の投手もその争いに入っていけたらいいですよね。で、あとロングリリーフを1枚ですね。これは生為選手が多分テストされてるんですけど、まあ、安定して使える投手、使いやすい投手っていうのを用意したいのかなと思いますね。まあ、これもしかしたら鈴研がハマるかもしれないなと思ってます。で、チームとしてはおそらくこの投手野手のお試し起用の多さを見ると、多分目先の試合ってよりはもっと終盤ですね、8月以降他球団が落ちてくる夏場あたりをターゲットにしてるんじゃないかなと思っていて、そこまでに役割の固定化といいますか、一通りのチャレンジを終えてそこから固定大型連勝っていうのを狙ってんのかなと思うんですよね。多分ですけど新庄監督とか立山コーチとか首脳陣の頭の中では8月に大型連勝、9月に逃げ切りという形をテーマにしてるように見えますね。そうやって負担を軽減させながら終盤にピークが来るような戦い方をしているような気がします。まあ、だからね目の前の試合動向っていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、その中でも負担軽減、経験のためのチャレンジといった2つのポイントに沿った起用がちらほら見えるのかなというふうに思いますとお話ししていきましたが、まあ、私本当立山さんはね解説者時代からものすごい考える人だなと思ってましたし、立山スペース面白く聞いてましたし、やっぱコーチになってからも結
が出してるし、多分私たちが思いつかないところまでね、考えて長期的な目線でね、投資運用されてるんだろうなと思うので、もう本当に新庄さんと同じくファイターズに来てくれてよかったなというふうに心から思っております。まあ解説聞いてるとね、金村さんの投手コーチも見てみたいけど、個人的にはね、やっぱり吉田輝星投手、掛木投手、この2人がね、1軍に上がってファイターズのブルペン陣さらに厚くしてくれると、チームとしても盛り上がっていけるし、夏場に強い2人ですからね、いいんじゃないかなというふうに思ったりします。皆さんへの立山コーチの熱い思いをね、コメント欄でぜひとも教えてください。今後もファイターズに関する動画を毎日出しております。生配信か動画出しております。ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。